お疲れ様です。ゼゼマルです。今回は天井のアスベスト剥がしと土壁、砂壁、漆喰のパテとそれを固めて補強する液を塗りたいと思います。漆喰を塗る準備をします。地味な作業が続きます。動画の絵面的にも退屈かもしれませんが、ぜひ見てください。結構大変でした。アスベスト剥がしは特に恐怖と暑さと喉の渇きで心が折れそうでした。一気にやりたいところでしたが、視界が悪く釘を踏み抜きそうになったり辛すぎて2日に分けました。5ミリくらい足に刺さりました。土壁、砂壁の下地補修をします。野縁を組むのはもともとあった下地を使おうと思います。今日のおやつはハーベストチョコボールテイスティーです。パテが時間とともに硬くなっていくので、急がなきゃと焦っています。ゼゼマルトピックです。この前6尺脚立を買ったんですけど、私が作った荷台で楽々運ぶことができました。荷台作りぜひ見てください。私の最近の話を聞いてください。ミッションインポッシブルにハマってしまって一気見しました。やっぱりアクションは面白いですよね。エクスペンダブルスとかジョン・ウィックも見ました。デザートイーグルが欲しくなりました。今までで一番面白かったのはライライ・キョンシーズです。金おじいさんとマーボーバさんのストーリーに涙しました。ご存知の方いらっしゃいますか？ DVD ボックス欲しいけど高くて手が出ません。皆様のおすすめのアクション映画を教えていただけたら嬉しいです。作業でこういうローラーを使うのは初めてです。このローラーで思い出したのですが、スプラトゥーンが好きでゲームでは塗ってましたが、結構難しいですね。下地がプラプラで弱いので、ビスやボンド、剣で先に固定してパテを塗ります。そうするとさらに多少の野縁の強化にもなります。ご視聴ありがとうございました。